マットポテト寄せ集めマン。八郎と僕はあの18か19ぐらいの時に、一緒にバンドやって、それからのお付き合いで、もう60超えてしまいましたが、えらいこっちゃなこれ。この後八郎出ますんで、まあむちゃくちゃなやつですが、これからもよろしくお願いします。保護者です。保護者の人ですよ。エゴイリーだよ。Thank you.
今までは普通の曲でしたが、次からはおっちゃんが弾き、多分弾くと思います。ワンコードの曲練習してませんけど、これ新種であるってね、なんかほのぼのとしたね、ほのぼのじゃなくて、バイオロックやなのはずやねんけど、ワンコードでやったって僕全然知らなかったって、これやろうってメモちゃん、ワンコードでやったもんね。
ちょっとしたわ。勝ったね。どうぞ。やばい、残り取って。ちょっとしたわ。おひろさん元気でならね。ね、いつもうるさいうるさいばっかり言われて。ね、後輩は嬉しいです。はい。すいません。僕66になったんですよ。来年67。いつもこれ言ってる。虫歯もないんですよ、この人。すごい。薬も一回も一錠も飲んでないし。僕薬20錠ぐらい飲んでるから。あれ不思議だと思うよな。薬ばかり飲んだな。お腹いっぱいになってビール飲まねえ。お腹空いてビール飲むのがいっちゃうまいから、そのために飲んで。おじいちゃん、おじいちゃん、いやもう娘結婚せへんから、おじいちゃんならねえ。娘結婚しやがって。2人も何を言ってもらうの。奥さんに怒られますよ。じゃあ次はちょっと静かな曲を。皆さんありがとうございました。またこの次また弾いてもらいますんで。もうええ歌。もうトゥーマッチ歌。